第2回オーディション開催したいと思います。千葉県から来ました、尾畑俊也です。志望校は早稲田大学で、鈴木と申します。早稲田大学を目指しています。中山蓮人です。私、三号ビル突入させていただきます。早稲田大学の早稲田かよ、全員早稲田かよ。ということで、水死今年の問題を用意しました。さすがにやってないんです。実力が分かるということですね。時間は何分ですかってことですよ、英語は。大変だな。いや、待ってください。まあ、みんなね、早稲田志望ということで、共通テストは本当に触れてないと思うんで。では、いきます。スタート。はい、では始めてください。はい、やめてください。時間これで80分ですね。さあ、どうでしたか共通テストの追試。まあ本試験みんな受けたと思うんですけど、受けました？受けました、受けました。何点とか覚えてます？あ、はい、覚えてますか？覚えてます。覚えてないかい。どれぐらいだったとか。6割ぐらい。6割。はい、どれぐらい。リーディング60、リスニングが52です。同じ6割ぐらいだ。はい、リーディングが70で、うん、リスニング76だった。おー、なのに明治よかったんだね。そう、はい、まあ、何があるか分かんないね、受験は。もう次第に集中してやってたって感じ。あ、もう完全無視でした。あ、共通テスト無視です。共通テストの勉強してた？してます。あ、そうだ、共通テスト利用だもんだって。そこそこ。あ、そう、ちなみに数学なんですよ、これ科目は。数国やるってことだね。数国です。はい、科目は何？日本史と英語と国語です。なるほど。で、僕も日本史と。ああ、なるほど。じゃあそういう形になりましたね。じゃあ交換してください、皆さん。この、あ、名前書かないんでね。0点ですよ。はい、じゃあ3人を交換してください。はい、終わってないですか？終わってない。いや、関係ない、関係ない。はい、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 はいよいよ答え合わせしてもらいますので、では行きますよ、言いますよ。第1問いきますね。はい、正解を読んでいきます。1、3、3、2、2。はい、大丈夫ですか？各2点です。他人への罰は容赦ないな。音が半端なかった。はい。39、40が33。で、まあ、みんな基本3なんだけど、41、42はセットで3点。45、46はセットで3点。解いたから分かるんじゃない？ついてないの。そこまでいってないわ。そこまでいってない。30番の答えちょっと教えてください。30番は4。うっそ、マジで。やば。本当に驚いてるとは。マジマジそれ。出さないといけない。点数出してください。あ、これ必要？はい、必要だったら。数学だから、そこすぐできる。全然当てなかったらどうするか。いや、数学みたいに全然違うじゃない。3つ用意しとけばよかった。こんだけ計算できない。水死ってどうなんですか？平均点も変わらないぐらいなんですか？あ、いや、だから、受けてる人がそもそも全然違うから、もう当てにならないよね。少なすぎる。先生から解いてみるとどんな感じなんですか？まだ解いてない。あ、解いてないですか？うん、今、一生懸命俺編集してたから。第6問解けてないんです。あ、第6問いいね。 B、 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 終わんなかったってことね。そう、順番は前からやってた。そうですね、うん、ちょっと
24から全然声が小さいから後ろで書き消されちゃう。書き消されちゃう。ガチでテスやると思わなかったけど、ね、見たことあるでしょ。あるんですけど、いやそんなその時間を取ってると思わなかったんで。ガチでやらされるの。はい、あ、はい、はい。すみません、これ。これレントにやってもらった方が早いんじゃないの。あ、そっちの方が早いです。でも本人だからね。はい、まあ、まあ、遺伝しないでね。大丈夫です。僕マジで数字にはここまで衰えるものなんですよ、本当に。本当にやばい、全く読めなくなってた。え、ずっと勉強してない。あ、勉強はしてたんですけど、その文法とかで長文の音読ちょっとやってなかったんで、それだけで全く読めなくなった。そういうものだったの、英語って。やばいな。あ、僕ちょっと逆転合格予想がないから落とされるかと思ってた。全然心配なそうだ。笑い事じゃない。うん、まあ、坂上がすごい。え、でも明治と早稲田って距離めっちゃあるよ。実もありますね。レベル全然違う。もう受けた人にしか分かんないというか、受けた人が言うとこっす。やばっ。はい、じゃあ発表します。はい、佐々木はその感じでいいのね。はい、はい、じゃあ佐々木くん何点ですか。37点です。37点、100点満点中37点。本番70いくつ取ってるのに。やば、めっちゃ劣られました。すげえ、勉強ってしないとこんなにすぐにもシュワーっていくもんなんですね。すげえな。はい、そして小栗旬じゃなくて小畑旬也。はい、何点ですか。39点です。39。やば、30代ばっかり。あ、ちょっと待ってください。はい、あれ、まず間違えてました。斉藤大丈夫か。採点が間違った。採点が間違った。すいません、本当に。あれ、でもこれなんか1個ずれてないかなと思って、次は申し訳ない、本当に。ベンちゃん、やり直し。そんなにできなかったの、やってて。いや、うん、本当になんかもう何言ってるのかさっぱり。本当に自信持った問題がないですね。ここは多分合ってる。ここは合ってる。それでも大事だよ、ならない。やばいです。いや、受験勉強してました。いや、ちょっとしてなかったです。いや、俺これじゃあ俺解いて動画上げなきゃいけないじゃん。みんなが解いたレベルがどうだったのか公表しなきゃいけないじゃん。一応1日10時間くらいしてたんですけど。いや、もうすぐ始めてないとダメだ。3点と違う。全然合ってない。いや、申し訳ない感じで。坂部君の凄さが伺える。本当に本当に良かったのって思われそうで、いや、下がってない。下がってます。違う、あの合算するとこ間違えてました。あ、そうですね、これが一緒だったんで。はい、ということで点数は38です。30。なんだこれ、やらせかと思われるような点数じゃないかな。え、どんぐりの背比べ、30で39で38。近すぎだろ。373839とか、どんだけ近い点数なんだよ。やば、うわー、鍛え直さないといけない。そうですね、ちょっと集めます。あとで回答の方だけでいいから検索するから、ちゃんと見ておこう。はい、こんなにヤバいと思ってなかったから。なるほどね。どこですか。じゃあもうマジか、そんなレベルからか。やば。え、とか単語帳とかはやってる。最近やり始めました。何やってる。あの1900です。あ、ターゲットね。1900。はい、毎日やっててターゲットとデピキになってます。2つやってんの。ターゲットちょっと忘れたら困るので、デピキをゆっくり。デピキのレベルじゃないよ全然。もうどんな壁だよそれ。もう簡単に崩せる壁だよそれ。で、今やってる。今やってるシスタン。なるほどね。まあ別に単語帳はどれでもいいと思ってるからとか。あー、なるほどね。いや、こりゃやばいことになってきたな。で、一応っ言っときますけど、1日10時間の勉強はちゃんと確保してください。はい、第2の坂上ですから、そこはやらないといけません。はい、大丈夫ですか。本当かよ、できんの。10時間。そう、10時間です。はい、それが一応のノルマですので、つけてください。なんかあれじゃん、今アプリとかでもさせたり、プラスとかでもあるんで、そこでちゃんとやってることを示してください。で、まあそれぞれ模試ですね、これ受けますみたいなのは言ってください。とかみんな受けてもらわないと困るんで、ちゃんとやって、で早稲田のレベルに行かなきゃいけないから、
やばいなという感じだと思います。はい、なんでこれからやっていきますので、では皆さん頑張ってください。はい、ということで最初の結果は散々でした。いや、こっからどうするかな。まあそれぞれオーディションありましたので、別に学力で落としたりはしませんので、3人で行ってこれで次もう2人に言う、もう覚え、オーディションじゃない3人だしっていう感じだと思います。はい、じゃあ頑張ってください。はい、じゃあさあこうやってやってください。はい、大丈夫？